今回は異能計算の運勢を鑑定しています。履歴一覧から呼び出します。二千二十三年七月。中心性偏在。年運欠陥は正還です。まず。運を見る前に。異能さんの。名を見てみます。 目を見ると、ば例通変がすべてえば十二ばもすべて帝王、おまけに年中、月中、日中にば例があります。例えが多いので、かなりわがままな面や自己中心的な面が出てくるかもしれません。 さらに各中の十二雲が帝王ですのでかなり強烈な名と思いますしかも各中に吉祥星用心があるので金銭トラブルなどの暗示も強くなりますしかし 大雲通変正幹は合材を無常に酷すので少しはこの合材の暗示が緩和されると思います理屈はいろいろあるかもしれませんが同じ通変性が3つ以上要人中が多いなどは名質の見た目の第一印象で ちょっと引いてしまう目であることは確かです年運のタブをタップします年運結果運生肝運勢ランク BB 変わったことに縁を持ち基地となる年年の後半になるので途中経過運は省きますこの年は今までと 同じことをだけを考えていると失敗したりトラブルに巻き込まれることになります何か新しいことや趣味をする海外に縁を持つなどで基地となります名識表に戻って鑑定日を2024年2月にしてみます 2024年2月、中心性偏在年運結果運変因、年運のタブをタップします。年運結果運変因、運勢ランク C、衝突を避ける生き方をする年、途中経過運、被検、運勢ランク B、生まれ変わるタイミングの年、 前半の途中経過運はこれまでの自分とは違う生き方をすることになります変化を嫌うと共案時になります後半の年運結果運は衝突トラブルの運で目上やパートナーと対立する可能性があります名刺に戻って 吉祥星を見ると年運に血人収穫がありますこの年は病気怪我・事故にも要注意です六馬紀神公園があるので増加運人気運が上がることになります伊能さんは 2024年の前半に何か動きがあるかもしれませんしかし吉祥星に欠人修国があるので病気けが事故にも要注意です伊能さんは命に王在要人が3つ十二運が全部平王であるなど 見た目の第一印象でちょっと引いてしまう名であることは確かです。中心性四柱推命はノートで無料の講習を公開しているので、よろしければ概要欄のリンクからご覧ください。実際に運勢鑑定を本格的にやってみよう。副業にしてみよう。 自分のビジネスに生かしてみようという方はぜひ中心性支柱推命の申し込みを検討してみてください有料の体験会無料のズーム説明会も随時開催しています今回はここまでです今回は山田良介さんの運勢を見てみます履歴一覧から呼び出します 2023年10月、中心性性感、年運欠陥は被験です。年のタブをタップします。年運欠陥、被験、運勢ランク BB、運のけじめのタイミング。基本的に、剣運で物事にけじめがつき、新たな人生をスタートさせることになります。 名詞に戻って、大運の一覧を見ると、2025年1月に30年の運の大きな節目である節木運があります。この時期は、前後も含めて自分の意思にかかわらず、今までの生き方を変えざるを得なくなることになります。節木運について説明すると、 30年で大運の季節が変わりますがその大運の季節の節目が節木雲になりますこの名質アプリでは大運の季節ごとに色を変えて一目で大運の節目が分かるようになっていますちなみに夏は紫色秋はオレンジ色 冬は水色春は緑色で表示しています雪ぼくとその前後数年の年運が変換や危険となる場合は要注意です特に人生の後半つまり50代以降の雪ぼくは命に関わることも起きますので 要注意です。今回はここまでです。今回は、伊能恵さんと雪平梨沙さんの相性を鑑定しています。相性診断の画面から、まず伊能さんを呼び出します。次に、雪平さんを呼び出します。 2人の診断をを実行をタップします二人の間には間合が2つあるので仲が良い関係です。しかしそれ以外は開局もない、十二運も同じもしくは裏表もない、超考用心の持ち合いもないということで相性としては 良いい要素はは他にはないです一緒に暮らす場合に重要な「日衆の対比は伊能さんの日主土の絵」から幸平さんの日衆「木の絵」を見ると変換自分は相手のペースになってしまいます幸平さんの日衆「木の絵」から伊能さんの日衆「土の絵」を見ると偏在 相手を積極的にに自分の方針に従わせますつまり伊能さんが従属的、幸平さんが支配的である、関係であることが、良い関係を保てるということになります。さて、ここで2人の名式を見てみます。まず、伊能さんの名式を表示します。 ミノさんの目を見ると、年中月中日中の地師がすべて豪才。十人は帝王の自信型。さらに吉凶星もすべて陽神とかなり激しいイメージがあります。次に。 幸平さんの名刺を見ています。さんは月誌「元明、正在で正統派となりますしかし月中転換通変は変換ですのでかなり心は強く信念もあります また日中十二運うですので愛情型で打算的ではなく正直に自分が愛情を注げる人を求めるということになりますまとめると二人の間で仲が良い要素は看護のみです伊能さんは平王の自信型要人 ととちょっと激しいイメージの銘です幸平さんは正統派で「陽」の愛情の人。幸平さんが主導権を持って生活するのであれば良いがなかなか難しい微妙な相性であると思います。今回はここまでです。今回は 平成ジャンプメンバーの相性を見ています。平成ジャンプメンバーのそれぞれの名式を呼び出しています。 8人の日中転換つまり日主と長考用人はこのようになります8人の日首を通変性対象表を使ってマトリックスにしたのがこれですそれぞれ色分け法してありますがブルーは相性が非常に良いということになりますイエローとオレンジは支配的 従属的あるいいは依存という関係性になります。レッドは一家の主人が2人いる感じで対立しやすい関係ですこの中で仕事をする上で問題になるのはレッドになります山田さんと高木さん山田さんと八乙女さん知念さんと有岡さん高木さんと八乙女さん この組み合わせが、剣合材の対立しやすい関係になっています。次に、調高用心のマトリックスを見ています。丸があるのは、自分の調高用心が相手の名にあるということです。イエローは自分自身の名に調高用心を持っている。インクは、 お互いの命に兆候用字がある、つまり相思相愛ということになります山田さんと有岡さん知念さんと薮さん伊能さんと八乙女さんこの組み合わせが相思相愛の関係になりますさっきの二種の対比のマトリックスと重ね合わせたのがこれです 日種の対比でレッドになっていたものが腸高用心によってなくなってすべて薄いレッドになっています。薄いレッドの非剣合材は日種で対立関係だけどどちらかが相手の腸高用心を持つということになります。この調用人によって 対立関係が弱められると考えることができます。SA ジャンプの8人のメンバーは、非常に良好な関係性を暗示するブルーが多く、対立関係も少なく、仕事をする上では大変良い相性であると言えます。このように仕事やグループなどの 複数メンバーの相性を鑑定する場合は、日種の対比だけではなく、兆候用心も同時に組み合わせて考えると良いです。今回はここまでです。